これか。はい、納品。あ、分の負荷だったんだよかった、分納しようとしてた。劣化 0% じゃ。いいね。いいぞサム、配送端末にアクセスしてカイラル通信をつなぐんだ。はい、加盟しましたって、なんか、おお。君のおかげでここまでつながった。はい。タールベルトを西へ渡ると最後のエリアだ。アメリまであと一歩、アメリカの復活まであと一歩だ。エッジノットシティに向かってくれ。ここにはスタッフを派遣しセーフハウスを建てる。やがて新たなブリッジズの拠点として蘇らせることができるだろう。タールに沈んだ仲間たちの意志を継ぐことも可能になる。君のおかげだサム。さあ、はい、タールベルトを渡る方法を考えよう。はあ、え、タールベルト渡れ。ルートの親密度が回復した。あ、そこで休憩できる、ありがてえ。え、西へ行くにはここを渡るしかない。はい。しかし残念ながらこれは我々が用意した建設装置で渡れるような規模ではない。だが方法はあるはずだ。諦めるわけにはいかない。アメリカ再建まであと一歩なんだ。なあサム、君のこれまでの経験から何か思いつくことはないか。え、思いつくこと？遠いなぁ。だいぶ遠いなぁ。え、っていうかなんかこっちでまだなんか空白地点があるしだよな。あるだよ。なんかあの、なんだっけな。雪山でなんかあの、ね。あれ取り戻せみたいな依頼もあったな。ちょっとまず一回休憩するか、そこで。使わせてもらいます。あれ、いいねありがとうございます。君宛に届いているメールに何か手がかりはないか。おそらくその辺りの住人なら何か分かることがあるかもしれない。はい、ちょっとその前にさ、フラジャイルジャンプで、あ、すげえ、セーフハウスにも移動できるのか。あ、そうだよね、今ここセーフハウスだから。あ、
なんと。ここ行って、あ、でもなんか先にし、依頼受けなきゃダメか。マウンテンノットシティに、行って、ちょっと一回戻、どうかな。久しぶり、サム。お願い。元気だった？まあな。やり方覚えてる？目を閉じて、行き先をイメージして。これな。依頼が受注されました。ここでしょ？で、こっからジップラインでビョンビョンって飛んでいけるから、これまたあれ借りた方がいいと思う。あ、借りるじゃなくて、フラジャイルジャンプ。はい。君が届けたタールの調査が何らかの結果に結びついたらしい。タールベルトを渡るための手がかりがあるかもしれん。わかったわかった。すぐにエボデボ学者のメールを確認するんだ。ちょっと待ってよ。さて、このジップラインでビョンビョンっていけるはずなんだよな。あー、俺パワースケルトンのままで来ちゃったな。これ Y の設備。武器のロックを解除します。ゴー。あの辺にあるのか。わあ、めちゃめちゃじゃん。これなんか入ってるかな、装備。なんか何でもいいから武器あったら嬉しいな。いいね。助かった。なんもねえな。残念。わあ、なんかチップがあるぞ。めちゃめちゃじゃあ。もうすぐだ。あの辺ってこと？なんかあるな。あ、ジップラインもあるだ。橋もあるな。今見えてるジップラインどれだ？え？これ？これが見えてない今。あ、だいぶ遠いな。いや、これ以上荒れなきゃいけどな。あ、休憩施設もある。あ、え、どこ？もっと下ってことか。
遭難してまうで、これは。ジャンプ、少し。はい。タールの上を歩いて渡るのは無理かもしれん。ああ。だがタールの上に足場を浮かべられるんじゃないか。君の今の体験でタールに浮かんだ足場を渡った記憶はないか。思い出してみてくれ。え？地形を出現させられないか。ちょっと何ていうか分かんないです。ちょっとそのロープ。へぇ。これいいねが微妙だよな。あ、出た。ありがとう。ちょあれだ。ひでえとこに落ちてたな。よし。いやー、ありがたい。キャー、回収。一回登んなきゃダメか。で、そこの休憩ポイント目指しましょう。そこからまた、あ、そっか、フラジャルジャンプは使えないのか。自力で戻んなきゃダメだ、どっかに。どっかに行って、マウンテンのとこまで行かなきゃいけないのか。はい、ありがとう。内側に降りてこう行くしかないか。遠いな。天気が悪化する前に。ゆっくりゆっくり。オッケー。よし、降りた。ちょっと伸びてきたな。なんか落石しねえだろうな、大丈夫か。そうか、サム。うるさいよ。ポートノットシティで BT と戦ったのを思い出せ。あ？ BT をおびき寄せ、タールから建物を浮かび上がらせれば、それを足場にして西へ渡ることができるんじゃないか。危険では。簡単に言うな、君や。やってみる価値はある。ヒント。いつまでもやらないからヒント出ちゃった。いやー、このさ、ダイハードマンの声ってまあスネークの声じゃないですかね、大塚明夫さんのね。すげえいい声で大好きなんですけど、今このね、サムがね出演しているね、ウォーキングデッド、ついにシーズン7まで到達しまして、シーズン7の第4話ぐらいまで見たんですけど、あのニーガンっていうあの超絶あのラスボス級クソ野郎が大ボス的あの凶悪男が出てくるんですけど、その声がねスネークなんですよもうめちゃくちゃ憎たらしくて、兄がもう、ね、すげえ、なんか今俺の中でこのダイハードマンの声がちょっとね、あの嫌なやつの声ですねそうなんだから、デッドマンとかからもさ疑われるんだよお前、ダイハードマン分かってんのか。
前登ったけどどこにも繋がってなかったやつじゃないかな、それ。繋がってたら、なんか線関係ないか。いや、なんかもう、いや、ちょっと国道をね、繋ぎたかったんだけど、繋ぐつもりだったんだけど、これもう、こんな山岳地帯であと残りタール渡る感じだとしたら、そこに道路繋ぐ意味なくないかも。あんのか。あー、ここ前通ったね。いや、だからこの辺でなんか空白地帯があるんだよ、その。キューピットっていうか、そのカイラル通信エリア外っていうか、そこなんかどっか人いるんちゃうの？まだ行ってない。ちょうどだからこの雪山のあたりとか空白地帯だったよね。なんかそれ埋めれるのに俺埋めてないんだとしたらなんか嫌だなって。埋めれないのかな。やーっと着いた。ありがとうございました。それだけ？お疲れ様でした。ご指名だからやったのに。まあいいや、ちょっとやめといて休みます。さあ、メールを読みましょうか。じゃあたくさんと、あー9通も溜まってる。じゃあ一番下の地質学者から。カイラル汚染の症状はすっかり良くなったさの君のおかげだよ。最初はめまいや頭痛、不眠症のような症状だった。このシェルターで1年近く孤独な研究に没頭してきたから疲れが溜まったんだと思っていた。そのうち悪夢を見るようになった。この世界が滅びる夢だよ。ある日一斉にビーチが開き、そこから無数の BT が押し寄せてくる。私たちは逃げる余裕もなく BT に捕まって大消滅を起こす。それが世界中で同時に起こる。私たちだけでなく、この世界そのものが一瞬にして消えてなくなる。そんな夢だ。ハートマンに相談したら、それはドゥームスが見る絶滅夢だと言われた。だが太古の地層にカイラリウムが埋蔵されている証拠を見つけられたんだ。そして君のおかげで症状も回復した。ありがとうサム。サム、この間はありがとうございます。私のパイルは役に立ってますか？あれは私のパートナーが使っていた特別なパイルです。彼女が昔職人に作ってもらったカイラルカスタムです。あなたに助かってもらって無事に出産できたお礼に渡してほしいと言われたんです。軽くて耐久性にも優れているから、この土地には最適です。あなたの役にも立つはずです。ぜひ活用してください。サム、調子はどうかしら？カイラル通信はやっぱり不思議な通信ですね。あなたがこのシェルターを通信で繋いでくれたから、とても興味深い変化が起きているんです。今まで見なかった建造物が見えたり、見覚えのない荷物が落ちていたり、私も過去の研究データにアクセスできるようになって少し調べてみたんです。どうも結び目には、自分以外の誰かが浮遊していることがあるみたい。どういうこと？ビーチは個人に属するけど、結び目には違う性質があるのかも。電子代金をした人が結び目に行って困っていると、その誰かに触れたら、現実世界でその誰かが現れて荷物を投げて助けてくれたことがあるそうです。カイラル通信はあの世との距離を近づけるということもあるようですね。誰かの正体は私にはわかりません。結び目にいるということは過去に死んだ人なのかもしれません。でもそんな過去が今を生きようとする人を助けてくれるのかも。あの世からやってくるのは BT のような怖いものだけじゃないのかもしれません。カイラル通信は過去の良きものとあなたを繋いでくれるのかも。あなたも結び目に行ったら、そんな過去の誰かを探してみてください。サム、あんたはタールベルトに向かっているんだろ？そこを渡ればついにエッジノットシティだ。でもそこに到着したのはアメルたちの遠征隊だけだ。タールベルトから西はなかなか大変な状況らしいってことは聞いている。だからあんたがカイラル通信を繋いでくれたら、バックアップのためにセーフハウスを建てることになった。長官の発案だ。さすが気が利いてるだろ。でも一つ問題がある。誰がそこまで行って建てるんだ？なんと示されたのは私なんだ。長官無茶ぶり。でもしょうがない。これもアメリの再建のためだ。アメリカの再建のためだ。頑張ると思う。荷物を背負ってあんたみたいに歩いていくとも。さあ、アーロンヒルの冒険の始まりだ。頼むだよ。最体付きのアンモナイトと大量絶滅。サム、最体付きのアンモナイトを君が回収してくれたおかげで、デススランディング解明に向けて前進できるはずだ。ありがとう。運んでくれた爆弾のおかげで発掘作業も再開できるようになった。深い地層に埋もれている化石をさらに調べていけば、最体付きの生物と DS の関連が分かってくるだろう。最体は進化の結果として発生したものではなく、特定の種の絶滅を即す独自の因子なのかもしれない。そんな説もあるようだ。最体が私たちを絶滅につなげるのか、それは回避できないのか。私には今のところ何とも言えない。それがもどかしい。でもサム、君が私たちを繋げてくれたおかげで、いろいろなことが分かってきた。繋がらなければ何も生まれない。
そうだよ、サム。君がいなければ私たちはそんなことにも気づかなかったかもしれないんだ。これからも君が頼りだ。一人は辛いよ。サム、あんたは今どこにいる？私はマウンテンノットシティを出発した。いや、へこたれてなんかいない。うん、大丈夫だ、本当だ。第一次遠征隊として東からマウンテンノットまで到達して私を舐めるなよ。カイラル通信のおかげで時を予測することもできるから遠征隊の時より安心なぐらいだよ。ただ、一人でこの 雪山を歩くのは辛いし少し心細い。その点あんたはすごいな。ずっと一人で歩いてるんだから。ところでさっき綺麗なハート型の湖を見てきたよ。話には聞いていたけど初めて見た。ハートマンの施設のそばにあるやつだ。あの湖は昔都市だったそうだ。それで前に聞いた話をふと思い出したんだ。あるポーターが BT に襲われた時、地面から湧いてきたタールから岩とか建物とかが出てきたことがあるそうだ。それは過去の地形だって言うんだ。そこをうまく渡って BT から逃げたって。なあサム、そんなことがあると思うか。そのことはハートマンにも聞きたかった。彼のところに寄ってみたけど誰も出てくれなかった。意外に不愛想な人なのかもな。そんなわけで私は今も一人で山を歩いてるよ。あんたも頑張れ。俺も一回門前払いくなったよ。サム、あなたが回収してくれたタールを調べてみたの。みんなタールって呼んでるけど、これまで地球上で知られていたどんな物質とも違う。最大付きのアンモナイトが埋まっていた地層に含まれていたタールもそうみたいなの。調べた限りでは他の時代の地層にはタールなんて全く存在していないの。つまりあれは絶滅期のみに現れる物質。不思議なことに分析のためにタールに投射した物質の一部がどこかに、多分ビーチに違いないと思うけど、消えてしまうことがあった。あなたが核爆弾をタールのクレーター湖に投げて爆発を回避できたのは湖があの世に繋がっていたかもしれない。繋がっていたせいかもしれない。反対にあの世のものをこちらの世界に座礁させるということもありそうね。過去にあった建物や町がタールの中から浮上してくるという話や、タールに侵食される前の地形が復活したという話があるの。もしかしたらタールからそんな過去を呼び出してうまく使うことだってできるかもしれないわね。サム、ようやく校庭の半分ぐらいまで来たよ。ヘトヘトになって心が折れそうになった。足は血まめだらけだし、凍傷にもなりかけた。急斜面で滑って危うく骨折もするところだった。でもラッキーなことに温泉に入れたんだ。あんたは入ったことあるのかな？バッテリー温泉ってすごい温泉だ。疲れも傷も癒えたし、バッテリーも回復した。実はフリーのポーターが教えてくれたんだ。気をつけていたんだが、座礁地点に近づきそうになっていた。その時、ポーターが現れて注意してくれたんだよ。そっちは危ないって。それで、彼は荷物運びも手伝ってくれて、温泉まで案内してくれた。旅の仲間ができて心強かったよ。一緒に、温泉に浸かっていろんな話をした。ブリッジズの科学者に届けるはずの荷物を落としたらしく、その罪滅ぼしで私に声をかけてくれたそうだ。変わった男だった。落とした荷物は最大付きのアンモナイトだって言うんだ。なあサム、そんなものがあるわけないよな。でも彼のおかげで体力も回復した。さあまだ頑張るぞ。デッドマンが忘れていった防寒着とブーツはおかげで無事に戻った。なんかこれ時系列前後してんなこれ。あれは彼に貸し出した、特別サイズの備品だったんだ。あのサイズを着こなせる人もなかなかいないと思うが、だからこそ一着しかない貴重品なんだ。これはちゃんとメンテして大事に保管するよ。サム本当にありがとう。またお願いするよ。はい、データアーカイブ。